ありがとうございました。それではもう一度コールを上げていきましょう。よろしくお願いします。それではご準備ください。戦争させない、救助を壊すな、ピースコール。戦争法案絶対反対。戦争法案絶対反対。戦争法案今すぐ廃案。国際戦争支援法反対。国際戦争支援法反対。戦争法制整備法反対。戦争法制整備法反対。戦争する国絶対反対。
続きまして連帯挨拶として日弁連憲法問題対策本部の事務局長の、川上志郎さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。日弁連の憲法問題対策本部の事務局長を務めております弁護士の川上と申します。皆さん、今回のこの国会審議を通じてこの法案のが欠陥法案ということが明らかになってきたんじゃないでしょうか。何よりも最もその欠陥のポイントはですね、憲法に違反しているということだと思います。憲法9条は武力の行使を認めない、戦力を保持しない、公選権は認めない、徹底した恒久平和主義を定めているわけです。で、この9条の趣旨に鑑みると、我が国に対する武力攻撃があった場合に限って武力攻撃があった場合に限って自衛権が行使されると、これがこれまでの政府の見解でありました。で、これは憲法9条の趣旨に照らして定められた一つのルールだったわけです。で、これは憲法上のルールですから、国の世界の安全保障環境がどう変わろうとですね、このルールを変えることはできないはずです。しかし今の安倍政権は、今の安全保障環境が変わったからということでこのルールを変えようとしている。憲法のルールをですね、時の政権が勝手に変えることができると、こういうことを認めていいんでしょうか。これこそ立憲主義、憲法に基づく政権